经济愈发展哦，好亚个善往往会愈差愈侪，真侪先进的国家出现愈来愈侪游民。日本是非常重视这个社会问题，特别透过立法来协助游民自立生活，提供因租金的补贴和低收入户买些有舒适住的所在。清掉底裤，真认真地洗掉浴池啊，为开店做准备。今年60岁的桥本比吕义在奈斯出席会社经营的三千温泉火车清洁工作，收入无多，一个月上最干那领50000块的票，大约是16000块的代票。也唔过会使靠家己的能力双手来赚钱，伊感觉活家真有尊严。离婚してて一人だから、この生活この稼ぎでは生活できませんので、なんですかね、自分の汗を流して稼いだお金だから大事にね、で補助をもらいたくないんで独立したいんで。无工作时阵，桥本上爱待伫厝内底，那听收音机，那看册。伊家厝整理甲真清气，物件有诶虽然藏无落，不过大起来也算方便舒适。即间8平外诶厝，租金、水电加上管理费，一个月是61000块，将近代表20000块。这绝对毋是收入真少诶人负担得起诶。不过在日本却是真实发生。那么日本の場合、生活保護は結構高いので、その家賃収入を得ることによって、まあ NPO とか、まあ民間団体が、まあ住宅を経営できてきたと。以大阪市为例，政府提供包含主题补助、生活补助，相关124620块的票，将近代票40000块的生活保护费，用珍贵的生活保护费来贴租金，将予低收入户实现有厝通住的梦想。この方向がね、あの私の娘3人と元女房のいる長崎の方向ですわ。夕日を見るたびにね、いつもあの思い出しますよ。まあ虚しいというか寂しいというか、そういう感じです。桥本看到故乡的方向，伊即阵虽然有稳定的工作甲住宿，不过伊心内一直有一个小小愿望。伊真拍拼工作，只是希望讲赶紧欠够钱，会用甲厝内底人来团圆。记者综合报道。